はい、皆さんおはようございます。Welcome to Movement System Monthly。Nexus Motion 代表の理学療法士、諸谷舞子です。どうぞよろしくお願いします。Movement System Monthly へようこそ。毎月ですね、最先端を走る、プロフェッショナルから、Movement System について学ぶ時間を、提供させていただいています。今月はですね、バイオメディカルエンジニア、日本語で言うと、生物医学工学者っていうのかな、こちらのグレッチェン・マイヤー先生がゲスト講師として来ていただいています。それでは今日のゲストを紹介させていただきます。グレッチェン先生はワシントン大学理学療法学科の助教授でいらっしゃいますね。菌の生理学を専門とされている博士です。彼女、細胞レベルでの筋肉の変化が、この筋の構造とか機能にどう影響していくのかということを理解する上で、病理学的なこう変化ですね、疾患が起きた時の筋肉の細胞の進行、これを理解するということがグレッチェン先生のラボのミッションなんですけれども、骨格筋の構造、機能と、それから可塑性というね、有名な教科書を執筆されたリック・リバー先生のもとで博士号を取得されたグレッチェン先生は、筋内脂肪のね、専門に研究されている方です。彼女のラボのさまざまな研究トピックスについてはですね、英語オンリーなのですが、今チャットでね、上げておきます。こちらのホームページからご覧になっていただけますので、リンク記載しておきますね。今年1月に、行ったサンフランシスコのリッチ・スーザ先生の講義中にたくさん上がってきたこの筋内脂肪についての質問ですね、できるだけメンバーの、皆さんの期待にお応えして、この筋内脂肪を専門としている、グレッチェン先生から今日はお話を聞かせていただきます。それでは皆さん、グレッチェン先生を、拍手でお迎えください。 And one of the open questions for us is, does the IMAT actually cause this dysfunction?It doesn't necessarily cause it just because it's correlated with it. There could be a disease pressure that's above both of these things driving them in parallel, but not an actual relationship existing between IMAT and functional performance.で、一言でこれ、こういうふうなネガティブな関連性がありますよと、こうね、グラフから見てもわかるんですけれども、必ずしも IMAT 自体がその筋出力の低下を、引き起こしている、それが原因となっている、これはなかなかまだ言えないことなんですね。これ何が原因で、筋出力が低下してしまうのかっていうのはまだ分かっていない、状態ですが、関連性はとりあえずある、っていうことは分かっています。And so this is really cool because now we have a mouse model that replicates what we see in people. And that gives us both the opportunity to study it in ways that we can't in people, but also lends validation to all of the human work that suggests that this relationship is actually there. But this still is just a correlation. It's maybe a fancier correlation, but we still can't say for sure that IMAT causes the decrease in muscle force production. つまりですね、このデータを、正常化できるっていうことで、人間で行われてきたその、筋内脂肪が多ければ多いほど筋出力が、低下している、っていうこの負の相関とマウスでも同じことが見られている、っていうことは一致している、ただしこの IMAT が多ければ多いほど筋出力の低下を促してしまう、それを引き起こしてしまうというような、このIMAT が原因で、筋の収縮ができなくなるんだよということはまだまだ、確実に言えないことなんですね。And so we wanted to check and make sure that the muscle fibers were capable of generating force. The muscle fibers that we hit with the toxin, we can identify them. We want to make sure that they're healthy. That it is the presence of IMAT that's causing their force deficit.Okay. ですから、ちゃんとチェックするべきことっていうのは、実際に、この注射を打たれてた筋繊維が、筋出力を、出せるかどうかっていうことを、しっかり、チェックしなきゃいけない。そして注射した後も完全にその注射したところから、実際治っているかどうかですね。注射っていう、外的な外傷っていうのがあるので、それから、治った状態から必ず、チェックするということが必要になってきます。